はいみなさんこんにちは。スタイリッシュなアクションゲームを作るっていうことで、今回が実質最初の解説動画になるんですけれど、今回何を解説したいのかというと、単発のアニメーションを使っていろいろ設定したところがあるので、それを説明します。具体的には、まあ、こういう攻撃した後ですね、手に武器をちゃんと持ったまま走ったりすることができて、かつ、まあ、一定時間経つと背中に武器を戻す、そういったことですね。 ま、その他、いろいろちょっと細々したことを設定したので、それについて解説しようと思います。支援者を紹介させていただきます。当チャンネルは現在、ご覧の方々にご支援していただいております。大変感謝いたしております。他にご支援していただける方がおられましたら、概要欄のリンクからよろしくお願いいたします。まず、アニメーションとかに関しては、サードパーソンのものを、ソームは使っています。これですね。 ブレンドスペースは元々のやつを使っています。で、これら2つをコピーして、まあ、名前をこのように書いています。で、そのうちアイドルだけダウンロードリンクにあるアイドルですね。まあこれなんですけれど、これに置き換えています。このブレンドスペースの、ここのアイドルをこれに置き換えているということです。で、次ですね。このシーズソードとスラッシュ A の123はそれぞれモンタージュに え、しておいてください。で、次、武器を割り当てるソケットなんですけれど、スラッシュ A の1でいいので、このスケルトンツリーに行って、で、一時停止して、3フレーム目ですね。ここで、背中にくっついている武器を取る動作があるので、スパイン03で、アドソケットで、ソケットを作ってもらって、背中に武器がくっつく状態を作ります。 まあこのモーション自体は背中にくっついている武器をこの3フレーム目で掴んででそのままえ攻撃に使うというモーションになっていますで今度手につけるところは最後のフレームでいいのでここでハンド R でまあ同じクスケットを作ってまあ適当な名前に割り当てておいてくださいあとですねこのスラッシュ A の1と2と3は3つとも イネ e ブルルートモーションにチェックとアニメファーストフレームですね。にしておいてください。この状態で配ってると思うのでついてると思いますが、もしチェックとか入ってなかったらチェック入れてアニメファーストフレームにしておいてください。それでモンタージュですね。スラッシュ系のモンタージュは、ここのグループとスロットの名前を、まあ僕の方ではグループ名はスラッシュというグループ名にして、で、スロットはフルボディですね。 それにしてあります。スラッシュ A の1と2と3は全部スラッシュフルボディというもので、えー、スロットを作っています。ソケットあ、スロットに関しては特に名前とかは何でもいいです。で、このシーズソードのところは、まあえー、ここではエクイプメントステートのアッパーアームっていう、まあ、これがグループ名で、これがスロット名ですね。まあ、とりあえずこれで作っています。 で、スロットに関しては、え少なくても、このスラッシュのやつと、このシーズソードは別のスロットにしておいてください。そうしないと今後多分できないと思うので、違うものに設定しておいてください。で、プレイヤーナブループリントなんですけれど、今は、ま、ここでもう武器を割り当てています。メッシュの下にスタティックメッシュを作っておいて、そこにソードのメッシュを出して、で、ここのソケットのペア,アントに ペアレントのところに、まあ、バックソケットをですね、を割り当てて、初期状態で背中についている状態にしています。まあ、今後多分おそらく武器クラス用のブループリントを作っていく予定ですけれど、まあ、ここでは暫定的にこのプレイヤーのブループリントの方で武器をくっつけています。イベントグラフに行くと、まあ、こういう感じに今回最終形になる予定なんですけれど、まず書まけないところはちょっと 最初は外しておきます。こうしておいて、こうですね。で、攻撃ボタンの後にあるこのイズインエアですね。これ何かというと、この is falling というものを使って、まあ、空中にいるかいないかを判定しています。空中にいるときは攻撃させたくないので、まあ、地上にいるときだけ、 合格させたいので、ま、これをマクロで組んでいます。で、その次に、ま、プレイモンタージュを出して、ま、こういうふうに繋いで、スラッシュ A1 をまず入れておきます。で、モンタージュを使うので、アニメーションブループリントの方に行って、えー、ここですね。これもちょっと、最初分かりにくいと思うので、えー、こうしときましょうか。これが元々の、ドパーソのサンドパーソンに入っている、 え、ステートマシンですね。最初多分デフォルトっていう名前になっていると思います。え、こういう感じですね。で、名前を、まあ、ベースロコモーションにしておいて、で、ここのスロットを出します。スロット、デフォルトスロットですね。で、出し終わったら、あの、スラッシュのところで割り当てた、え、スロットを出します。まあ、僕の場合はスラッシュフルボディなので、これを出して、ま、こういうふうに、え、つないでいます。 こういう感じですね。で、この状態で一回プレイさせてみますと、こういう感じで、武器を背中にくっつけたままですね、攻撃モーションに入ります。というわけで、今からですね、攻撃モーションが途中まで行ったら、この背中の武器を手に持ち替えるっていう、まあ、そういうことをやっていきます。そしたらスラッシュ A1。 の、モンタージュに行ってもらって、これの、えー、3フレーム名ですね。ここで手に持ち帰るんで、まあ、3フレーム名ぐらいのところで、通知ですね。右クリック、アドノティファイのニューノティファイで、まあ、名前を、まあ、ここではフォールディングインライトっていう通知名を使って、通知を作っています。で、それが終わったら、今度、えー、この e n ナ m、um、ですね。これを作ります。右クリックのブルプリントの e n ナ m、um、ですね。 あと、ブループリントインターフェースも作っておきます。これですね。で、ENAM、um、の方は、まあ、名前を適当につけてもらって、で、ここの、え、まず一つ目、Right Hand。ここの New を押してもらって、Right Hand。で、次、Back っていうものを作っています。Right Hand が手に持っている状態を表すもので、Back が背中に武器をくっつけている状態のものを表すものになります。で、次、インターフェースですけれど、 まず一つ目が、セットウェポンアタッチメントロック、まあロケーションですね。まあそういうファンクション名で、インプットにロケーションという名前で、で、さっき作った e n u m ウェポンを、えー、検索のところで出します。型をこれにします。で、その次に、まあまた後で使うことになるので、セットイネーブルムーブメントっていうものを作っておいてください。これインプット名をイネーブルにして、ブ、えーリアンで作っています。 でここまで来たら、イベントグラフに行って、さっき通知イベントを作ったと思います。で、ホールディングインライトを検索でこのように出してきて、で、その先に、まあ、こういうものですね、をくっつけます。これ、ウェポンアタッチメントロックっていうもので、まあ、変数を作っておいて、でこの通知で持って右手に持ち替えるので、これをライトハンドにして、 で、さっき作ったインターフェースですね。セットウェポンアタッチメントロックを出して、まあ、こうつないでターゲットにトライゲットポンオーナーを出します。で、これでプレイヤーの方に飛ばする、飛ばすわけなんですけれど、今度 BP プレイヤーの方に行って、クラスセッティングで BPI キャラクターとかの、まあ、作ったインターフェース名を出します。で、ここですね。 ウェポンアタッチメントロックのイベントを出してきて、インターフェースですね。で、それが返ってくるわけなんですけれど、ロ,コモーションあロケーションをプロモートさせておいて、こういう変数を作っておきます。また後で使うことになるので、作っておきます。で、ここからですね、セレクトで検索すると、セレクトが出てきます。 セレクト。で、えさらに、このアタッチコンポーネント、トゥーコンポーネントを出しておいて、このリターンバリューとソケットネームをこのようにくっつけると、まあ、このように入力できるようになるので、えライトハンドのところにソードハンドソケット R ですね。名前を書いておいて、まあ、バックのところに背中のソケットをくっつけておきます。 ロケーションルールとかは全部スナップトゥーターゲットにしておいてターゲットはソードでメッシュですねピアレンドがメッシュにしますでこれでプレイさせますとこのように持ち帰ることができます、まあ、つまり3フレーム目でこの通知が来るのでこの通知が呼ばれるのでこの通知が呼ばれるとここですねこれが実行されて で、また後で使うことになるので、まあ、この変数がライトハンドになって、ライトハンドの情報をインターフェースを持って、え、プレイヤーの方に飛ばされます。で、プレイヤーがその情報を受け取って、で、ウェポンアタッチメントロックの変数をライトハンドにして、で、ライトハンドなので、ソケットを、ハンドソケット R にして、まあ、するということですね。で、これで見たように、 このように3フレーム目で武器を手に持ち替えることができます。今はですね、武器を持ち替えることができたんですけれど、このように手はパーになっている状態だと思います。えー、というわけで、次は武器で攻撃終わった後は、手をグーにしたまま、走ったり、ジャンプしたりするようにしていきたいと思います。そしてアニメーションブループリントのアニムグラフのところに行きます。でまず、このピンを外して、 ベースロコモーションですね。ここからワイヤー出して、セーブで検索すると、セーブキャッシュが出てくるので、で、こいつの名前を変えれるので、まあ、ここでは、ベースロコモーションキャッシュっていう名前にしています。で、こう繋げて、で、次検索のところで、ステートで検索します。ステートマシンですね。ステートマシンで検索すると、え、ドニューステートマシンが出てくるので、こいつの名前を このメインロックモーションにします。で、今度メインロックモーションの中に入って、で、エントリーの先に、このアドステートでロックモーションっていう名前にします。で、ロックモーションの中に入って、こういう感じですね。まず、このウェポンアタッチメントロックを作ったと思うので、これを出してきて、ブレンドで検索すると、こいつが出てくると思います。 ブレンドポーズで確保して作った列挙体のものが出てくると思いますので、まあ、こう繋げて、で、ライトハンドポーズのところに、レイヤードブレンドパーボンを出します。レイヤーで検索すると、えー、出てきますね。これですね。レイヤードブレンドパーボンを出します。で、ベースポーズのところには、 このベースロコモーションキャッシュをつないでおきます。で、ブレンドポーズ0のところは、これは左の、右のところから、えー、シーズソードがあると思うので、これを出してきて、えー、右クリックでコンバートトゥーシングルフレームにします。で、こいつを開いてもらったらわかるんですけれど、これの0秒目のフレームを使いたいので、まあ、さっきしたように、まあ、バー n をシングルフレームにしたというわけです。で、こいつのフレームの ここの右手のところだけ抽出します。で、こいつの0秒目のフレームで使いたいので、まあこういうふうにつないで、このレイヤードブレンドパワーボーンを選択した状態で、ここですね、レイヤードセットアップの三角を押して、さらに0も押して、で、ブランチフィルターからのその下の0を押して、そしたらボーンネームが出てくるので、ここにハンド R、 をえー、出しますあ書きますすすきアンダーバーバの r ですねこれで、えー、何が起きん起こるのかっていうとここのベースポーズのうちの、えー、ハンド R 以降ですねハンド R ハンド R ここですねこっから先はこの右手こっから先はこのグーのポーズを使うという意味ですがここで行われています で、それを武器を持っている時だけしたいので、こいつをこのハンド、ライトハンドポーズにつなげて、それ以外ですね、背中につく、ついている状態は、まあ普通の元のやつを使いたいので、まあこういうふうにつないでいるっていうわけですね。で、元にずっと戻ってもらって、こいつ自体ですね、まあメインロコモーション自体も、セーブキャッシュでキャッシングして、まあメイン、 ロックモーションキャッシュにしておいてください。えそうすると、まあ、手に持った状態になります。ちょっと今は、まあ、こういう状態にしておきましょうか。で、え攻撃終わると、まあ、このように手に握ったままになるかと思います。で、次何をやり,やりたいのかというとこれ、武器の攻撃モーションが終わってもですね、 しばらく歩けないんですよね。完全にモーションが終わるまで歩けません。えなので、まあ、ある程度、モーションが、攻撃モーションが終わると、まあ、歩きたかったら歩けるようにしたいと思います。そしたら、スラッシュ A1 のモンタージュを開いて、動いてもいいところですね。まあ、攻撃が完全に終わって、正面向いたところぐらいですね。まあ、ここまで来たら、まあ、動いていいということにしたいので、 35フレーム目ぐらいのところで、また通知ですね。右クリック、ア add notify の new notify で enable movement っていう名前で通知を作ります。で、通知を作り終わったら、今度アニメーションブループリントのイベントグラフに行って、これですね。まあ、このノードを出してもらって、で、次、インターフェースのところで set enable movement を作ったと思うんで、これを出して、 で、ゲットポーンオーナーとくっつけます。で、イネーブルのところにチェックを入れます。そしたら BP プレイヤーの方に行って、で、ここにセット e ネーブルムー o v e をイベントで出して、で、このイネーブルからプロモートさせておいて、名前をイネーブルムーブメントまあそういう名前にしておいて、まあこういうふうにつなげます。 で、それが終わったら今度ですね。ここですね。要はこのボタンですね。フォワードとライト。まあ、動くボタンを押したときに、それを感知して、今行っている、えー、切っているモーションですね。スラッシュのモーションをストップさせたいので、まずこのストップモンタージュムーブっていう関数を作ります。 で作ったら、まあ、中に入って、えー、こういうノードを出していきます。まあ、キャラクタームーペントを持ってきて、で、ゲットカレントアクセ a c c e l e っていうノードを出して、えー、さらにベクターレングスを出します。まあ、これ、要するに、えー、加速度を取得、えー、するもので、まあ、移動のボタンを押すと加速度取れるんで、まあ、それを検知したかどうかですね。 ベクターレングスにしておいて、0、まあ、以上だったら移動のボタンを押してるっていうことなので、それが0以上でかつ、あの、先作ったイネブルムーメントが true だったら、初めて動けるようにしたいので、まず、ストップアニメモンタージュっていうノードを出して、で、ここを空にしておくと、今再生中の全てのモンタージュが停止されるので、 停止しま,すまあ切っているモーションですね。スラッシュのモーションがこれで切ります。切られます。ストップして、で、次にこの Enable Movement を今度はここで f ォルス e にします。この Reset コンボは今はなくて大丈夫です。コンボの時に使うので今はいらないです。で、ここまでで、まあこういうふうに設定してですね。 上のムーブフォワードとムーブライトに設定します。設定したら動けるようになるはずです。攻撃して、で、そのままもうすぐ動けるようになります。イネーブルムーブ e ントで設定した通知のところですね。そこまで来たら動けます。 で、その次は何をしたいのかというと、まあ、攻撃モーションが終わって、まあ、一定時間だったら自動的に剣を背中の方に戻したいと思います。で、戻すのもですね、今使っているアニメーションはこれなんですけれど、これを使えば背中に戻すようなアニメーションが得られるんですけれど、これはまあ静止している時のアニメーションなので、まあ、走ってようがジャンプしてようが一定時間経つと、まあこういうふうに剣を背中に戻す。 まあそういうことを実現していきたいと思います。そしたらこのシーズソードモンタージュを出している状態で、notify ですね。通知をまた2つ作ります。で、最初ですね。15フレームぐらいですね。ここまで来たら剣を背中に戻すので、手についている剣を背中に戻すような処理ですね。をここの通知にきたい、やりたいので、まあ通知名をシーズとかにします。 で、もう一個ですね。また、後で説明することになるんですけれど、Finish Seizing っていう通知も、どこでもいいんで、31、2フレーム目ぐらいですね。この辺で、この通知を作っておきます。この通知が作れると思うんで、この通知を出して、で、ウェポンアタッチメント h m e n t l o 6を出して、で、これを背中に突き戻すので、バックにして、で、インターフェースをこのように 設定しますえそうすると、まあ、自動的にここの通知が呼ばれると、キャラクターの方で、プレイヤーの方で、まあ、ここまでこの通知が、インターフェースが呼ばれて、で、今度、バックに来るので、自動的にバックのソケットに剣が戻っていきます。で、次、え一定時間経ったら自動的に戻ってほしいので、 マクロを今使っています。プレイシーズっていうマクロをくっつけ、え作っておいて、まあ、中開けるとえ、こういう感じになっています。まずインプット3つですね。completed と interrupted と delay time イイですね。をそれぞれ作って、でここに enable movement を変数で作っておいて、で、false にします。 これですね。この completed がですね、このモンタージュが終了したら呼ばれるやつなんですけれど、それに剣を切るモンタージュが完全に終了したら、この通知が実行されて、そしたらこのディレイですね。この長ったらしい名前のやつがあるんで、こっちのディレイを出しておいて、まあ、インプットとこれをつなげます。で、complete の後にこういう ものですね。これは、今は直接関係ないんですけれど、あの、コンボの実装するときに必要になるんで、まあ、とりあえず、メッシュ、ゲットアニメインサンス、is any モンタージュプレイングと、ノットと、and をつないで、これをブランチにつなぎます。まあ、ここはコンボで使うことになるので、まあ、今の間に入れておいてもらっていいです。で、トゥールーの先に、プレイアニメモンタージュ を出して、で、ここに、剣を戻すシーズソード、モンタージュを入れておいて、最後アイ、アウトプットですね。イベントグラフに、まあ、こういうふうに繋げます。で、これも、まだ、今は関係ないんですけれど、まあ、コンボで使うことになるので、こいつとこいつをまた、こういうふうに繋いでおいて、まあ、ここでは、リレータイムを3秒ですね。3秒経ったら、元に戻っていくようにします。そしたら、今度はもう一度、アニメーションブループリントのところに行って、で、アニムグラフのところですね。ここに行って、 で、このキャッシュ作ったと思うんで、まあちょっと元に戻しておいて、で、こういう設定をしていきます。これは何をやってるのかというと、剣を元に戻すモーションのうち、腕だけですね。腕だけを走ったり歩いたりするモーションとブレンドをさせています。スピードが0以上、つまり歩いたり走ってたり、ジャンプしているときは、剣を元に戻すモーションのうち、腕だけをブレンドします。 まあそうすることによって、まあ剣を戻す動作っていうのが実現できます。動いてない時ですね。まあ普通にアイドリングしてる状態は手だけ合成するんじゃなくて、こっちのアニメーションをそのまま使います。動いてなかったとしても、まあ、腕だけ合成してもいいんですけれど、 まあそうすると、これが普通のアイドリング状態なんですけれど、まあこの状態で腕だけブレンドするとなると、手だけ動いている状態になって、まあちょっと動きとしてはリアリティが、リアリティに欠けるので、アイドリングの状態で武器を戻すときは、こっちのちゃんとしたアニメーションですね。これを使って、動いているときは、このうち腕だけを使って、 走ったり歩いたりしているモーションにブレンド、まあそういうことをやります。えなので、これですね、メインロッコモーションキャッシュを2つ出しておいて、で、このレイヤードブレンドパーボーンを出しておきます。で、次、スロットアッパーアームですね。これは、このシーズソードのモンタージュのグループとスロットは、まあ僕の場合はエクイプメントステートのアッパーアームっていうものにしたので、自分で設定したものをここに付けておきます。 ま、出しておきます。レイヤードブレンドパワーボーンは、このボーンネームをアッパーアームの R ですね。右手なので、まあ、このように設定しておきます。で、次、動いている時にのみ、え、こっちのブレンドさせたいので、ブレンドえポージーズバイブルーブールというものを出しておいて、まあ、こういう風に繋ぎます。で、動いていない時、止まっている時は、こっちの 剣を元に戻すアニメーションをそのまま使うので、まあ、こういう風にします。で、人間と人間をつなぎます。ここのえシーズブレンドウェイトです。これは今ちょっといらないんで、まあ、外しておいて、最初こうなってると思うんで、まあ、このようにしておきます。で、そうすると、プレイして、で、このように攻撃終わると、3秒ぐらい経つと、剣を元にこのように戻します。で、次、まあ、仮に、 こう、走ったり歩いてたりしたとしても、このように元に戻ったと思います。で、ここまで設定することによって、このように静止しているときは、これですね、このモーション、剣を背中に戻すシーズソードのモーションが使われます。走ったり歩いたりしているときは、これですね、シーズンソードモーションのうち手だけを使って、 それを、えー、歩いたり走ったりするモーションに、まあ、ブレンドしているというわけですね。で、もちろんですね。もうめんどくさかったらですね。全部ブレンドするということもできます。で、その場合は、まあ、例えばこうしたとして、で攻撃終わった。 で、まあ、今、元に戻したと思うんですけれど、これは、この普通のアイドリー、アイドリングしているモーションですね。そのうち、手だけ合成しているんですね。だから体が、この直列不動で、単に手だけこういうふうに動いている感じになって、まあ、ちょっと、リアリティにかけるというか、ちょっと変ですよね。まあ、気にしなければ、そんなことはないんですけれど、 まあそこをちゃんとしたかったので、まあ止まってる時だけは、ちゃんとしたモーションを使う。まあそういうことで、まあこの設定をしているというわけですね。で、次、何をやりたいのかというと、これもちょっと細かい話なんですけど、まあ剣をこう切りますよね。切って、走ったりして、で、元に戻ったんですけど、手がこのダラーンってしてますよね。 まあもう一回やりますと、切って、で、武器を戻したんですけど、手がしばらくこう、ダラーンってしてます。で、これは何かというと、このモーションを使っているので、まあ、ここで、手が元に戻って、この先ですね。この先の状態が使われてるんですね。 この、この状態が、まあもちろんブレンドされているわけなので、剣を元に戻して、で、たい手が半分ぐらい、腰の位置ぐらいまで来たら、歩いたり走ってたりする手の方に強制終了させたいので、で、この通知ですね。この通知を作ったというわけです。実装した方がわかりやすいと思うので、ブループリントのアニメーションですね。のところに行って、で、作った通知、フィニッシュ、シーズング、 を出しておいて、で、まずですね、これは、この辺は今はなくてもいいので、シー,シーズ、シーズ、ブレンドウェイトっていう変数を作ります。これアニムグラフのえ、ここですね、レイヤーブレンドパーボンのこいつをプロモートさせておいて、まあ、名前をこいつに変えます。デフォルト1になってると思うので、デフォルトの数値は1にしておいてください。で、そしたらですね、こいつを出してきて、まずこういう感じにします。 この通知が呼ばれたら、このウェイトをゼロにします。ゼロにすると、このブレンドウェイトの、これがゼロになるので、元の状態に戻ります。要はブレンドされなくなるので、元の手の状態に戻り,戻ります。で、このモンタージュがすべて終わったらですね、まあだいたい1.6秒。まあここまで来て、で、こっから最後までですね、 ここから最後までだいたい1.5秒ぐらいあるので、ちょっと多いめの1.6秒あったら完全に元に戻るので、こういう感じですね。まずはこういう感じにします。もちろんこれ、このリレー関数、 じゃなくて普通にモンタージュが最後まできっちり終わったらここを位置にするようにしてもいいんですけれど、まあ、ちょっとめんどくさいので、まあ、この関数使っても、まあ、できるので、まあ、便宜上これにしますでこれでちょっとプレイさせてみるとで攻撃させてで歩いたりして剣が元に戻って今瞬間的に手が元に戻りましたよね分かりました 剣を切ってで、こういうふうにこう瞬間的にパンって戻りましょうね。で、これが、これをちょっと修正して、まあ、ゆっくり、えー、ブレンドが元に戻るようにしたいと思いますので、まずこれを消して、で、新しい変数として、この Finish Seizing っていう変数をボリアンで作って、えー、チェックを入れて消きます。入れておきます。 で、こう繋いで、で、え、モンタージュが終了したら、えー、再度これを出しておいて、ここをフォルスにします。で、今度ですね、ここをですね、このアップデートアニメーションの、ま、最後ら辺でいいので、フィニッシュシーズングを、えっ、ー、と、ブランチを繋げて、で、トゥルーの方からですね、 このシーズブレンドウェイトをセットで出して、で、あと F インタープ2を出して、まあ、こういう風に繋ぎます。まあ、カレントに、え、こいつをこう、繋いでおいて、で、ターゲットは0ですね。まあ、0にしたいので0。で、デルタタイムに、ゲットワールドデルタセカンドと、で、インタープスピードは5ぐらいに設定しています。で、これでプレイさせて、まあ、同じように見てみますと、 攻撃させて、で、武器を戻したんですけれど、まあ、ゆっくり手が元の場所に戻っていたと思います。まあ、もう一度見ておきますと、こういう感じですね。戻って、まあ、ゆっくり元に戻る。まあ、自然に戻ったように見えたと思います。で、これが最後になるんですけれど、まあ、最後は、 何をやりたいのかというと、このスラッシュのモンタージュですね。これは、さっき言いましたように、武器を背中から取り出して攻撃するものなんですけれど、この状態ですね。攻撃し終わって、手に持っている状態から、もう一度この攻撃ボタンを押したら、今度は、途中ぐらいから攻撃させたいですよね。もう、ここ、武器を 背中から取る必要はないので、手に武器を持っている状態からこのモーションを使うと、まあ、途中から、まあ、モーション開始したいので、まあ、それの設定ですね。押します。で、プレイヤーのブループリントに行って、このウェポンアタックロックを出して、で、セレクトを出して、で、このリターンバリューとこのプレイモンタージュのスターティングポジションを、まあ、こういう風にくっつけます。で、このライトハンドですね。右手に持っている時は、これ0.06っていうのが、 このモンタージュの0.06なんで6%ですね。こんな辺。こんな辺からスタートさせたいので、このスターティングポジションがここですね。これ、スターティングポジション、秒じゃなくて、ここのらしいので、僕ずっと秒だと思ってたんですけれど、実際はらしいので、こんな辺ですね。こんな辺から再スタートさせたいので、まあ、こうします。 で、こうすることによって、武器を手に持っているときに、もう一度押すと、まあ、一瞬なんでもよくわからないんですけれど、ちゃんと途中から始まって、で、背中に直した武器を持っていないときは、ちゃんと背中からこのように武器を取り出して、切りかかる。まあ、そういうことができるようになります。 でここまで設定すると、まあ、冒頭で示したような動きになります。まあ、ちょっとかなり細々したものが多かったので、難しく感じたかもしれませんが、まあ、よくわからなかったら遠慮なくコメントをしていただければと思います。でちょっと言い忘れてましたけれど、まあの設定の場合、このジャンプ中には攻撃できないんですけれど、この剣の攻撃ですね。 ししている時にはこのジジャャンンンププボタンを押したらで、ここも、まあ、ジャンプできないようにするんですけれど、まあそれはコンボのところで解説するので、まあ今は攻撃中このようなジャンプはできてしまいますが気にしないでいいです。次回はコンボの解説をしたいと思います。こういう感じですね。で、まあ、どこのモーションで終わっても今設定したように ま、武器を戻したりっていう、ことご、ことができます。まあ、コンボの解説自体は、逆武器 UE のところで、ま、すでに解説してあるので、まあ、もし、分かる方がいらっしゃったら、ちょっと、コンボの実装をやってみてください。というわけで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。